の程度。よし。よっさあ振り切れ。 ベルトコンベヤーのスイッチか。ベルトコンベヤーが止まった。今のうちに行くぞ。おいあなたは。話は後だ。しっかり掴んで。 君が何を言おうと、俺はこの手を絶対に離さない。どうしてそこまで。救える命は見過ごせないよ、ライダーには。ライダー。俺は仮面ライダーだ。だから俺は君を救ってみせる。仮面ライダー。 うまくいったみたいだね。あなたは。あ、何か敵反応が。ここは俺に任せて。いいね。名刺代わりの一発頼むぜ。よし、行くよ。名刺代わりの名刺。ん？ よくも邪魔してくれたわね。タブー銅板とサイコ姉さんか。お前との決着を必ずつけてやる。はあ。 Guy turns to a rider kick. Impact. こんなもんでしょ。 俺はゼロワン。仮面ライダーゼロワン。一緒に行くよ。こっちも助かるぜ。よろしくな。頼りにさせてもらうよ。歓迎するよ。なかなかやるな。で、ここにはどうして来たんだ？俺、AI の会社の社長やってるんだけど、事故が起こったこの島に AI がいたって知って。社長？ああ。 AI というのはこの島の警備ロボットやこの愛のことだね。そう、AI のことなら調べとかないとって思ってさ。なるほど。ところで君、さっき言ってた。そうそう、名刺代わりの名シーンというのはそっちかい。 俺に任せろ。セキュリティロックが解除されました。こからは砂漠セクターになります。ここではコアエナジーによって汚染物質を取り除く研究をしていたのです。汚染まで取り除けるのか。でも何の汚染なんだ。それはコアエナジー生成の際に出る汚染物質です。コアエナジーで出た汚染物質をコアエナジーで消すってこと。それって矛盾してるというか。それでどれくらい取り除けてるんだい。チェックしてみますね。これは大変です。変身している皆さんは大丈夫ですが、普通の人間は長時間いると危険な濃度です。変身を解いたら危険ってことか。汚染の浄化には成功したと聞いていたのですが、浄化設備が故障しているのでしょうか。危うく皆さんは危険な目に。ごめんなさい。ちょっと引っかかるな。よく調べないと。それならまずこの汚染観測所を調べましょう。汚染の観測レポートがあるはずです。じゃあここは俺が行こう。よし頼んだぜ大勢。行こう。わかりました。お前を止められるのはただ一人、俺だ。私にお任せください。爆笑ギャグがあればいける。褒められると照れちゃうな。守るため。jump to the sky turns to a rider kick.さあ、お前の罪を数えろ。長老さん、そっちは頼むよ。ああ、任しとけ、大勢。よし、準備完了だ。